思ったよりも通過者が多いので、ちょっと間引かせてもらいますね。間引き？その通り。神の水は塔の力の源。我々が呼吸できるのもこの水のおかげ。塔の中では皆この水を使い戦う。神の水の力に屈せず、この壁を通れたチームはテスト合格。それ以外は不合格。チームだって？じゃあ一人でも通れなかった場合は？脱落です。めちゃくちゃだ！塔を登るために最も必要なもの、それは運です。優れた体と頭脳に生まれてくる運、財産。あの程度の濃度の神の水ならば輪には軽く倒れるだろう。問題は夜か。僕なぜか跳ね飛ばされなくてごめんなさい。今外に出ますいえ、あなたは合格です。え？手違いかもしれないですが、それもまた運です。なんだって！さすが俺の黒い亀だ。手違いなんてありえない。隣にいた俺とワニが飛ばされたのに。怪物が来たな。